皆様こんにちは。ミックスとお届けする3連休、はい、いかがお過ごしでしょうか。本日最終日、もう終わったかな。あ、もしかしたらあれかもしれないですね。なんすか？メンテナンスかもしれないですね。おお、アップデート。そうです、あの素晴らしいアップデート。なるほど。本日最終日はですね、こちら、はい、テクニカルダンジョンのゼウス降臨が改め神王の空中庭をチャレンジダンジョンでクリア。はい、参りましょう。フレンドの設定します。お待たせいたしました。はい、このパーティーでいきたいと思います。行きましょう。いけるかな。覚醒ミネルヴァは変換の保険です。まあでもジン、最後ジンがどうなるかですね。そうだな、はい、闇だらけのジン挑戦。まあ、エキドナはねちょっと甘いですね。あ、いいんじゃないですか。バトル5、これミックスさんだったらどうですか。一旦食らいますか。闇の1コンボぐらいやっていきますか。あーと火以外消しましょうね。OK、はい、全然大丈夫です。お、いいんじゃない。もしかするんじゃない。もしかしなかった。はい、はい、で、僕ここ等倍で火を倒していきます。あ、火じゃない、木の方ですね。 HP は24000、高いね。これだけのメンツだと高いね。アーク遊びくないよ。いいアシストですね、皆さん。やっぱりいいコンビですよ。ナイスアシスト、いいコンビですよ。あー、いい、ほら完璧じゃないか。何それ、超完璧じゃん。ここで一応貯めても、ソニア何ターンですかね。4。あ、もう全然いけますね。いいか、はい、まだ目覚めてないしね、しかも。はい、さあ、いいじゃん。どうしようかな。もうでも行ってもいいよ。そうなんですよね。まあもう一回食らいますね。じゃあ OK。もうその2コンボする必要はあったんだ。いいでしょう。ここら辺からそろそろ目覚めかな。いや、まだですね。まだ、はい、これ全体攻撃かな。ですね、いや、ここは どっちでオーディンを使うかですね。このターン、このバトルで使うか、次のデーモンを抜くために使うかなんですけど。場面でいいんじゃない。そうですね、場面。そしてちょっとした無駄遣い的な。次抜いちゃいますか。そしてミックスの番を私は出した。うまい。いや、なんか嫌な感じの場面だな、これ。嫌な感じの。いいじゃん、いいですね。え、じゃあどうしましょう。やっぱオーディンで倒しますか、ここは。で、あと4あるからさ、じわじわしなくていいか。まあ、関係ないのか。火貯めてオーディンで倒して、次クリシナ発動とか。頭いいじゃん。そうしよう、そうしましょう。本当人によってパズルって違うんだな。あ、びっくりするよね。いや、村井さん、はい、結構パズル上手くなってるなって思って。で、なんでかっていうと、最初村井さんが動画とか出てた時、僕とルートほとんど一緒だったんですよ。ほう、始めるところとか。ほうほうほう。あ、村井さんと一緒じゃんみたいな。あ、村井さんそのルート正解と思ったんですよ。最近の降臨、え、村井さんそっから始めんの、え、あ、パズル、7コンボ、僕それ見えてなかったみたいな。マジで。いきなりどうしたの、褒めに来て。いや、だから、ほう、最近だから変わりましたよね。あ、でも最近パズル変わったですよね、うん、なんか前はだから僕と始めるとこ一緒だったんですよ。最近全然、なんか全然あれですね、変わったよ。でも作戦無視しましたね。オーディンで抜かさせ、いや大丈夫です。じゃあここでオーディン使いましょう。で、上にいる、メソグにいる、発音。オッケー。さあ、こっからですね。チャレンジモードでクリアしたら魔法石1個もらえるかも。もらえます。あ、なんだ、え、なんで水だよ。なるほど、あれしよう。いや、目覚め
そうですね。いやまず多分ミネルヴァの変換で多分一列三三が組めそうですね。組めそう。あ、一個足んないのか。きついよこれ。きついですね。ただ目覚めちゃえば。ただゼウスは2ターンで倒す覚悟だよね。ここで目覚めを使うということは落ち込みも呼びながらこれをワンパンが 全体。そうですね。ここワンパンしたいんですよね。できれば。きついな。なんでよりによってみずみずなんだろう。本当そうですね。試練が。試練だな。みずみずである必要性ないもんな。そうです。足りないんだよね。困るな。困りましたね。ジンは2発とも取っときたいでしょ。いや、僕ワンパンしようかなって思ったんですけど、ね。マジ？ゼウス。はい。じゃあ、行っちゃおう。ジン行きますか。目覚めちゃう。目覚めてジンにしますか。任せる。はい。火の目覚め。発動。からの。警戒小竜人火闇発動。今後どこでスキル上げをしたらいいのかわからない。ああ。いや、いける。大丈夫ミックス。目覚めてるから。なるほど。じゃあ1列入れます。2列入れてもいいんじゃない。2列2列足んないですよ。当たりるか。大丈夫。落ち込んでくるから。え、だから5列組もうよ、5列。いや、11個しかないですよ。え、列組めないです。嘘。はい。あ、赤いな。赤いですね。はい、まあやるしかないですね、ここ。やってくれ。まーす。信じてるぞ。はい。はい。ナイスコンボ、完璧。おし、来てる。あ、ギリギリだった。危な。倒せる。どんだけ。え、あー。やべ。いや。1、2、3、あ、ここだから次ジン使うんで、まあミネルヴァ使ってもいいですよ。おお、はい。もう次のゼウスはジンからの目覚めですからね。そうだな、はい。目覚めて2つぐらい振らせるっていう作戦。やばいな。え、433じゃダメ。433でもよくない。433でもいいと思いますよ。ただ、あ、そうそう、それでもいいですよ。いや、433、はい、マイル、こっから。ほほ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 ほ、やべやべ、違う。433。あれ、ちょっと目覚め鈍い。すごい。結構ギリ。結構ギリっすよ。いやー、ここのジンですね。ここ2ターンで湧いてくれたらね、一番良かったんですけどね。3連休、仕上げ、総仕上げ、ミクさん。私の中ではなんかですね、どことなくスーパーノバが来て死ぬ気がちょっと今なんとなく、はい、そうですか、なんとなく、いやこれ来てますよ。これ闇が10個ぐらいで、そういい盤面になるはずです。来い、行きましょう。警戒小竜人火闇発動発動。あ、いい盤面。おお、めっちゃいいんじゃないこれ。行きましょう。ウルツアゲアゲフィーバーナイト。じゃあるし、これミックスみたいなもんやからな。そうですよ。で、ここからミネルヴァ使ってバーンでクリシナ死ぬみたいな。あ、これ2列組めますね。ん、2列3個いったんですよ。え、マジ、はい、いったんじゃないかこれ。あ、ほんとだ、組める。行こうか。はい、2列3個なんですけど、もうこれいいっすよね。いいよいいよいいよ。コンボとか闇コンボで、はい、行きますよ。行きますよ僕。お願いします。ミックス最後とどめさせてください。はい、行きます。3連休皆様、これない。完璧。落ちこい落ちこい、振れ。あ、うっそ。え、あー、やった。これ取っといてよかったな、見えれば。っていうかこれ大丈夫、次大丈夫、死ぬんじゃない。マジか。落ちてたらいけましたねこれ。尺極点の消熱発動。うわ、これ落ちてたらいけたなこれ。これなんか軽く死んだ臭いよな。あ、大丈夫です。列33ですよね。列33でナチュラル目覚めするしかないです。なるほどね。
レッツ33のナチュラル目覚めとか。うわー、行ったと思ったけどな、こんだけしか削れないんだな。厳しいな世の中ってのは。いや、まだ可能性あります。よし、行きます。はい、お願いします。マイル、あー、光もう一個も欲しかった。てか頼む、失敗か、失敗か。おー、落ちてきた。え、ナチュラル目覚めだ。すごい、これナチュラル目覚めだ。来い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 、やった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 おーおー、これギリじゃね、ギリじゃね。いやー、ギリですよ。てか、ナチュラルに目覚めたな。いや、目覚めてましたね皆さん。いや、嬉しい。いや、ここの僕のダンジョンのチョイス良かったですね。空見たことか。石増えましたよ。素晴らしい、皆様ありがとうございます。ぜひとも、参考にされてください。これクリシュナをリーダーで持ってないという場合は比較的なんだろうね、ソニアでいけるのこれ。いや、なんで芝でもいいんじゃないですかね。芝、芝にして、多分ウルズのところをもうちょっと工夫すればいいと思いますね。なるほどね、うん、まあオーディンにして列増やしたりとか。あー、そっか、オーディン、あとエンハンス、列強3つだ、はい、とかエンハンス、え、フレイとか。あ、そうです、フレイもいいな、火力上がるんで。あと極論ソニア、ソニア、ソニアとかでいくんだったら悪魔エンハン入れてもいいのか。まあそうですね、はい。お、結構いろいろ工夫できるんで、まあゼウスと、まあ、キマイラをどうするか。さっき1バトル目普通に等倍で倒してたんで、キマイラとゼウスをどうするか。皆さんご参考にされてください。はい、じゃあ3連休ミックさん、お疲れ様でした。完全復活ですね。完全復活、お疲れ、センキュー。はい、ありがとうございます。復活、死んでた連敗、いや、ちょっと不調だったの。あ、そうだね、上がってきました、吹き飛ばしたね。はい、じゃあお疲れ様でした、はい、さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなど、たくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。